ったらヤンちゃん、ヤンちゃんからのリクエスト、リコメント、リコ、なんの、何回そのリコメントち、リコメントちょっとおすすめ、あリコメントちょっと、リコメント、あグランデのコニャックですか、これコニャックのマーテルなんです、コニャックのマーテルですね、はい、まあ、ちょっともうラベルがね、ラベルがもうないですよ、これもかなり昔の古いやつや、古いオール、あもちろん。これもうマーテルの古いやつ、はい、マーテルのオールドボトル、この間ホイで悪いにはだいぶ減りましたね、減ってますようん、着やばいですね、それ早めにやっぱ飲んでないと、これはあのかなり美味しいと思います。へー、僕は結局2020年いろいろいただいたオールドボトルでこれが一番うまかったです。へー、ちなみに後からも大切なのはちょっと次、これはもうバーリーうまいですよ。私そんなブランデーも大好きなんでね。そうですか。非常に楽しみですか。そうですか。語弊がありますね。酒は何でも好きかもしれない。そうですね。そうですね。大好きです。ね、はい、ちょっとまず待ってよ。こうしてどうぞ。はい、いただきます。山ちゃん、数字をちょっと多めに入れて。ああ、すいません。はい。じゃあ乾杯しますから。この元気優しいですね、やっぱりね。優しいですね、本当に。はい、じゃあ乾杯しましょうかね。はい、これあのマーテル昔のオールドボトルになります。はい、乾杯。はい、ありがとうございます。音が素晴らしいですね。はい、マーテルか。はい。本当にコニャックの中でもね、もう非常に有名な、はい、有名なです、ね、マーテル、ベニーマルタ、はい、ヘネシー、カミュって言ったら ね、もうコニャックの中では四天王ですから、はい、うん、その一翼を担うマーテルですね。ブランデーは、うーん、うまいです。あと、ちょっと、あの、局長さん、あ、チェイさんの方は、ああ、すみません、わかります、うん、まあ、ちょっと、これでいかがですか、いただきます、うん、いや、本当に干しぶどうとかね、部分関係ですね、うん、最初来るのはね、うん、あと、お花ですわ、フラワリーな感じがしますね、いいですね、本当にフローラルハーブ系の感じですね、本当にね、いや、美味しいですねこれあの、あくまでも敬意を持って、はい、いや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 、このお酒もすいません、お酒ばかり集中してしまうんで年末も散々ギャラしていただきましたから、うん、いやすごいな、香りがやっぱり全然違いますね、やっぱりね、はい、華やか、エレガント、上品、うんうんうん、うん、とりあえず見たことできる範囲にしようか、うん、頑張っちゃう、うん、マスター、あのウイスキーとブランデーってイメージで感性でいいんですけど、はい、どっちともやっぱりウイスキーの方が召し上がる、あ、やっぱりあの、もちろんやっぱり僕はウイスキーの方がやっぱり割合で言ったら、7-3 から8-2ぐらいの割合でやっぱウイスキーの方が飲むと、ほぼウイスキーですはい、なるほど、はい、でブランデーを召し上がるときはやっぱりストレートが多いんですか、もう日によってはちょっとなんかソーダ割りにしたりとか、はい、もうやっぱり基本的には私はうちの置いてるやつはあのオールドボトルばっかりだからこの形で飲みます。なるほど、そして、石原裕次郎様を提起してこういう風にね、ぬくめていくんだ、裕次郎ですか、裕次郎様です。本当にあれですね、さっきも重複しますけど温度が上がればまた変わってきます、変わります、本当に、ああそうなんですね、要はこれでこう、じゃあこれ温めていいってことですか、あと要はね、このねこう手のぬくもりで変わってきます、味が、へえ、うん、温度が変わることによって初めて聞きました、本当ですか、はいいつも僕たち酔っ払ってる番、いつもマスターは真心でぬくめて温めておられると思いますね、だから大丈夫だと思います、はい、ただ岩さん、あのぬくめるって言ってもあれですよ、私も結構失敗するんですけど、あの40度のウイスキーを日本酒のようにおかん、はい、してみようかなとすると、はい、アルコール感がきつすぎてしんどいです、うん、それは良くないです、うん、アルコールが強くなるんですか、もうあの揮発性が温度が上がることによって、はい、アルコールが飛ぼうとする力が強いので、はいはい、ツンツンしてね、残念ながらグッてくるってこときつくなりますので、あの先ほどマスターおっしゃっていただいたように、あったかくするのはあの何でしょう、あのお湯、はい、お湯割りとかだったらいいと思うんですけど、はい、そのままの40度のものはお湯、あの熱燗にはしない方がいいですわ、うん、まあ、もしかしたら中には美味しいものもあるかもしれませんけど、私の経験上ちょっとその40度の熱燗はちょっと逆にお酒がもったいないかなっていう感じはしましたよね、だちょっとずつこういうふうにぬくめるのがいいのかなっていう感じがしますよね、あります、うん、すごい柔らかい、柔らかいですよね、
で、あとはやっぱり言ったこと、前のね、あの安田の時も言ったこと、あの本当フレッシュ感とかね、このブドウのやっぱりこう、そうね、形がパッとふわつきますもんね。なぜ塾長様の前におっしゃるんですか。何ですか、コメントを。いや、いいじゃないですか。いや、基本的に皆さんそれぞれあの受け止め方が違うのでね、全然いろんな意見がいいと。うちは YouTube じゃん。それならいいんですよ、それならいいんですけど、今日コラボなんで、そうだね、全然いいんですよ。ただね、やっぱりこう自分のこうそれをやっちゃうから、うちの YouTube ってあ、そんな感じなんだって思われちゃうじゃないですか。あの、お酒に関しては正解がないと思うんですよ。だからいろんな意見が言って意見交換する方がより、なんだろう、あの前向きなのから、それで全然いいんです。いいこと言ってるんですね。全く問題ないです。やんちゃん、やんちゃん、今日酔っ払ってますから、僕はもう何でも言います。思うんですけど、すきっぱらでかなり来てますよ。来てます。いや、しかしこれ、わかりますわ、マーテルめちゃうまいですね、これね。私ですね、不覚にもこれ一番最初にいただいたときに、そうでもねえやと思ってしまったんですよ。で、安田さんっていう明日来る方が来られて、なんちゅうですか、めちゃくちゃその時安田さん7本ぐらい持ってきて、なんとかジョージ・スタックティ・ジュニア、バーボンですね、60ドルバーボンですね、はい。で、ケンタ、要するにワイルドターキーの陶器ボトル。なるほど、すごいな。いや、これがまたうまかったんですよ。あ、開けたんですか、またさらに。いや、もう全部は開けて、すごいの、みんなで展示物みたいな感じですね。はい、で、今そら、ほいたやつは今展示してるんですよ。それを勧めなかったんですけど、それ言っちゃダメか。それは安田さん、ね、安田様がいらっしゃってからね。で、まあそういうのがあったから、要するにその時に散々飲んだ後にマーテルも飲もうぜって、これもみんなで飲んだんですよ。そしたら、僕その時ジョニクロの50年物のオールドボトルもいただいてるんですよ。すごいな。でも山崎の2014年のリミテッドもなんです。すごい、なんかいいウイスキー若いですね。そして余市の15年も飲んでます。すごいじゃないですか。それ、もうそういうラインナップを7本ぐらい、もう7杯ぐらい飲んで、すごいな、散々飲んだ挙句、最後に飲んだこれが一番うまかったんですよ。なるほど。で、結局やっぱ、考えてみたらフルーツから蒸留してますからね。確かに、もともとブドウですからね、はい、このブランデーのグレープブランデーですからね、はい、でやっぱここかとか思っちゃったんですよね。ダメなんですよね、この趣旨がオールドボトルっていうのがすごいんですよね。やっぱりあの、なんで、現行のマーテル飲まれます。はい、飲んでます。あの、もちろん好きなんですけど、やっぱりちょっと違いますよね。ただ、うまいこと言いませんけど、あの古いから美味しいっていうのはまた別問題で、人によってはそのね、あの感じ方、嗜好品なんて変わるのでね、その時のケースバイケースでいいと思うんですけど、このマーテルはもう、なんかね、1時間かけてもう十分な量っていうか、もうそれぐらいの存在感残しますよね。なんかあれですね、マスターいない時の方が結構スムーズにやらした。まあ冗談ですけど。一応これも取っておきますね。マスターは、独断場で。